世数2019で発表した日産の i2v というコンセプトは、自動車自体が車の環境をいろいろセンシングしまして、それをネットワークを通じてクラウドに上げることによって、複数の車でその環境情報を共有することができます。で、共有するとさまざまな見えないものが見えるようになるという意味で、インビジブルとビジブルと。自動運転時代が始まった時に、車の中の体験はどのようなものになるのだろうかと、それがアバターを介しまして、車の中でさまざまな人とインタラクションできると。この実験に参加いただく方には AR ゴーグルをかぶっていただきます。車の中で前を見ますと、この実験をガイドしていただける人が前の席に現れます。実際の人ではなくてアバターとしてやってきます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。私は日産自動車のブランドアンバサダー、ミズ・フェアレディと申します。そのアバターを動かしているという人は、実際はこの隣の建屋の中にいて、アバターを介して乗っている人とインタラクションしています。この度は i2v5g の開通おめでとうございます。で、今日の実験のクライマックスは、この車は実際に走り出します。で、なぜ走り出せるかといいますと、 5G という次世代の NTT ドコモさんのネットワークを使って、ネットワーク越しにアバターが車に乗り込んでくると。見えてます。 i2v の実現には、車外からタイムラグによる違和感を低減して、アバターを車内へ伝送しつつ、車内から高精細な俯瞰映像を車外へ伝送し、円滑なコミュニケーションを行うことが必要です。美味しそう。ありがとう。ありがとう。これらの実現には 5G ならではの特徴である低遅延ピークレート 20Gbps の高速大容量による高品質な通信が必要になります。すごい、こんなこともできちゃうんですね。 5G ってリアルの世界とこのメタバースから来ているアバターたちが一緒にドライブできるなんてすごいですよね。すごい。実際そのアバターというのもメタバースというものから来ていますので、実際は見えないものなんです。そういう見えないものを見えるようにすることによって、車の新しい体験ができるというところを目指しています。たらもうすぐゴールが近づいてきました。あ、おーゴールしました。おめでとうございます。おめでとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。